これすごくない？どれ？インナー？インナーね、これめっちゃいいよね。別売りなんだもんね、このインナーもね。そう、すごいよね。しかもね、これベンチなんだって。ベンチ？ああ、ほんとだ。ベンチをね、こうやって使うように買ったんだって。あ、こうやって台にしようと思って。そうそうそう。で、座ることもできるし。そう、すごいよね。ね、いいね。超おしゃれなのよ。で、夫婦喧嘩をして持ってきたこたつです夫婦喧嘩をして持ってきたの、旦那さんはね、このこたつがいらないと思ってね、車に乗せなかったのに、奥さんが無理やり突っ込んできた、でもいいよね、こたつあるとね、すごい。しかもここの中のね、なんだっけこれ、マット、マットがあるからすごいふかふかで、ここいいんだよ。めっちゃいいよねこれ。この緑のこれ小川のシート、マット、マット、これがね、クッション性がすごい高いもんね。そうそうそう、だから下のゴツゴツしてる感じが全くない、ね、全くなくって、めっちゃおしゃれだよね。ね、おしゃれだね。めっちゃおしゃれ、めっちゃこだわってね。こだわりがね、強いね、しかもさ、これロッジシェルターさ、インナー向こうにもメッシュついてるからさ、風通しもいい、ね、風通しいから夏でも使えるよね。で、横もフルメッシュにね、なるみたいだからさ。こっち？そう、横。あ、こ、違う、インナーの話じゃない。外。外。うん。ね。だからね、夏でも使いやすいよね。しかもなんか広さもちょうどよくない？ちょうどいいのよ、この広さ。うん。私の好きな広さ。ね。だからこれを次には買おうと思う。30万。30万。完全にお揃いになります。30万はきついんじゃないこれ。大丈夫です、なんとかなります。あのカードがありますので、うち買うとしたらインナーなしだよそしたらこれもらえばいいんじゃないこのインナー持って帰ってダメだった、ダメだって言ってダメだって言ってる声は出したくないって言ってたけど、もう声を出すことダメって言ってた今。でしかもこれがね、うちはさ、あの木のやつ、ウッドのやつ使ってるじゃない、どれ切って、ああ、足、うんうんうん、ここでしょ。そう、このマットで、マットいいよね。うん、で、こちらのヘリナッツ、この椅子、私たちが欲しいって言ってた低いやつ、低い椅子ね、座ってみなって言って、あんまり良くないからって言われたけど、確かに良くない良くない、あれかな、長時間はいられない。多分ね、焚き火するのにちょうどいいね。そうだよね、高さがね。そうそうそう、焚き火するのにはちょうどいいけど、多分長時間おこぼりで使うのには腹筋が必要になる。ああ、後ろにね、多分背もたれがいっちゃうからね、余計なんだろうね。これかっこいいね。それデバイスワークスのやつ。デバイスワークスのやつ。あん、なんつってこれなんで、あ、あれか、あ、コードから入れるやつだ。コードとかね。あ、やば、超オシャレなのが入ってる。バレないから持って行っちゃってもバレるでしょ。バレるかバレると思うよ。んシール貼ってるんだ。あ、シール売ってんだ。じゃあ行ったら売ってんだね。つけてみていい？あ、普通に使えそうだよ、うん、それそう、まあ普通のルーメラーだそれそうだ。あ、そんなのあるんだね。超オシャレ。うん、これは買いましょう。こんなにいっぱいそれ持ってますけどすごいね。ゴールゼロを3本も持ってます。うちも今3つになったね。これも、あ、アンバーグローブ、アンバーグローブとシール、あ、あ、シール貼ってあるの。あ、本当だ、デバイスワークスの。そう、本当だ、すごいね、意外にそういうのあんだね、すごいさ、人んちなのにこれ何、頭、へえ、ここ頭につけるやつだって、うん、頭？ライト、ああ、ヘッドライト、うん、へえ、あ、こうなるの。あ、そういう風になるんだ。しかも超薄いんだよね。これはすごいじゃん。それ散歩してる時とかめっちゃいいで、
充電がないからね、できないけど、なんかこうやったら。それ楽だね。で、意外にさ、ヘッドライトってめんどくさいもんね。うん、うわぁ、超綺麗にできてる。見ていいな、こういうことを私がしたいわけよ。それはすごいね。うん、これ100均のやつって言ってたよね。それをちゃんとこんなできるんだよ。それ買ってくればいいじゃん。だってどうせやんないでしょ。いや、わかんないよ。やるかもしれない。これもともとこれがついてるの？へえ。何？ああ、見たことあるかもそれ。いいねそれ。でもめっちゃ整ってるね。整ってる。ね。多分何を開けても怒られないと思うからこれも開けてみる。そら、化粧品もおしゃれなのに入ってる。本当だね。私もそうしよう、見習おう。確かにね、こうやって置きゃいいの。いや、確かにそうだね。そうだ、これ何入れてんの？ストーブか。はぁ、頭いいな。このジャクリーはさ、限定の色？そうだよね、売ってないもんね。すげえじゃん、超おしゃれね。これもかわいい。小川のだって。あ、それ、へえ。紐が、へえ、すごい。色違いじゃん。わかる？これいいね、欲しい。毛布ってサイズなのかな。え、毛布よりちっちゃいのかな。あー、シングル毛布ぐらいか。いいね、秋なんて毛布で寝てっからね。あ、湯たんぽ入れてんの。ごめん、寝巻き。あったわ、いい。あー、なるほど。いつもこんなに綺麗にしてる。えらい。見習います。こちらが私、見習います。わっ、バック。これはどこの。これもが、これ何のためについてんの。はぁ、くるく、あ、全部、あ、ごめんなさい。後ろで説明受けてるから、私だけ納得してるけど、くるくるくるってまとめた時のこれゴムだって。口で入れるやつだ。開ければいいの。へぇ。すごいね。人のサイトって初めて見るから、すごい。そうだね。へぇ。あー。これも高さ調整できるよね、ワックも。やっぱり下に荷物入れられるからいいね。いいね。うん。これはどこのだ。この傘はどこの。ノーブランドロって。でも可愛いね。うん。すごいね。やっぱりちゃんとしてるね。こういうのがちゃんと止めれるもんね。そうだね。大体キャンプ仕様になってる。うん。うちら結局ね、止められなくてもういらねえやってなっちゃうからね。しかもさ、高さの長さのちょうど良さ。うん。素晴らしい。いいなぁ、おしゃれ。これは調味料。これは調味料です。調味料？うん。2泊3日で2人なのに、これで足りるんだって。ね、少ないよね。これお酒だって。お酒は別。あ、酒はこんなに？すごいな。全然足りないよね。あ、そっか。あ、飲む人だったらね、足んないもんね。うん、ゴミ箱。すごいね。ねえ、いいね。レイアウトもいいけど、またね、テントもいいね。うん？飲みます。あ、本当だ。この大きさいいよね。しかもこれ高さ調整できるんじゃない？あ、これも小川か。中身が入ってるって。どうする？ちょっと見とく。何、超うまそう。本当だ。あ、もつ煮。美味しそうだね、もつ煮ね。すげえな。このさ、なんかマークがいいね。どこ？この小川の、うん、うん。小川のマーク好きだよ。これなんか高級感あるね。これは何かっこいいの。ん？シート？うん、確かに。こんなの知らないね。ね。このシートは何用なの？レジャーシート的な感じ？
PVC だから物置いたりするの。防水だね。完全防水。いいね、これおしゃれ、ね。これいいじゃん。ね。何に使うのうち。これ？うん、ノアとエル置いとく。何これは。うん、へえ、超便利だな。すごい。画期的だな。画期的ね。何をふんだ。ノアがノアがうんちを踏んじゃって。これ？これもデバイスワークス。アシラカップ。これ何するの？あったまいい、おしゃれなことするんだよ、みんな世の中。コーヒーの豆入れてんだって。確かにサイズ的にもちょうどいいもんね。うん、やっぱりでもデバイスワークスの柄ってかっこいいね。うん、これいいね。どれ？このあれ灰皿置けばいいじゃん。棚？あ、確かにね。確かに。くだらないものに使いたくない。これでも結構あれじゃない、バラで売ってるのを買わなきゃいけないんじゃない。あ、2セットですか。これかっこいいよね。かっこいいね。ね、便利そう。でも多分私たちには合わない。え、私たちには使いこなすの。で、これ薪入ってるって。薪入れてんだ。うん、でも確かにね、こういうのに薪入れとくとね、いいね。うん、あれ、これなんか途中やる？ん？ノースフェイス？あ、そういうこと？あ、剥がれたから上に行ってたってんの？違うよ、これ剥がすやつだよ。そしたら、文字だけ残るんだよね。そうだよ。剥がすだからね。面白い。これ座った？座ってない？本当？あ、本当だね。あったかな？うん。あったかいし、あれだね。クッション性がやっぱ全然変わるね。うん、ブランケット。これいいね。私も欲しい、これ。ねえ、いいね。あったかい。これしかも私教えてもらったの。うん。この書き方ね。すごい、これ見て。ん？これ100均なの？おお、すごいね。確かにこの量でいいんだよね。まあ確かにね。なんでうちあんなにいっぱいあんの？別に荷物が多いからね。これ何？あったまいい。もしかしてこれ入ってんの？うんうんうん。元々さ、ランタンケース。ランタンが？これ、うん、入れてきて、これを入れてるの。あ、そういうこと？二度使えるってことだ。うん、二度、あのね、ここの夫婦は二度美味しいパターンが多い。これも薪入れてる箱あるじゃない、うん。この薪入れてる箱も空になったらね、帰りはこの中に荷物を入れて持って帰るの。うん、確かにそれいいよ、ね。確かにね。確かにこれ考えればよかったな、私も。確かにそういう風に使えばいいんだ。そうだね。そうだね。うん。片付けるときもめっちゃ楽じゃん。うん。うちもそれ用に買っちゃうからね。うん、2倍荷物がね、増えちゃうんだよね。訳ありだ。これも名前出ちゃう。こういう形の訳ありだ、珍しいね。手作りだね。うん。アシモクラフトみたいだね。すごいよね。うん、すごい。バトリング棒か。うん、
巻き。うんうん。これねおしゃれだよね。クモの巣が張ってるけど。これどこのま、これあれ？ちょっと置きましょう。なかなか入らなくてかっこ悪いから嫌になる。映しておく。あ、ここね石があるからね入んないんだよね。あ、すごい硬い。ちゃんと持ってる。うん、まあ、だってこれ以上多分入らない、うん、という感じです。はい、紹介させていただきました。ありがとうございました。お邪魔します。やってると思うんですけど、これ濡らしてから。え、濡らすの？うん、その方が空気が抜けやすいってことですか。ちなみに今圧縮の仕方、まあ、収納とかで結構役立つと思いますんで、ちょっと圧縮方法なんかを今実演をやっていただこうと思います。濡らして、ウェッティですね。これはやってなかったね、濡らしては ね。ラグが入っていて、で下にも入っていて、3層で上が椅子の上に立てるような。あ、これが2枚ですね。ムートンが2枚入ってます。おー、なるほど。ポータブル電源を使って、はい、これから空気抜いていきます。だいたい電気は 1% ぐらいしか使わないみたいです。これいいね。うん、でかなりね薄くなってるからね。いや、めっちゃぺちゃんこだなこれ。なんか干してるみたいな感じで乾くってことなんですかね。あ、まあ確かに下についてたら確かに乾かないですもんね。これ超いい、超いいのが。何？ああ、こんなの売ってんだ。見たことない。とにかく押し込んで入れてるんだよね。あ、そっか、なんか防水になってるんだ。なるほどね。これめっちゃいいじゃん、買おうぜ。でか。これいいじゃん。これいいね。うちゴミ袋に入れてたもんね。うん、70リッターね。ああ、確かに添えるんですね。え、これいいじゃん、これ買おう、ね、オレゴニアンキャンパーだね。オレゴで売ってんの見たことないね。ね、何ですか。豆炭。はいはい、見たかったの。豆炭自体はこたつマネチでも火がつくから。
え、これ一生使えるの？いや、これまだ使ってないやつで、これにマッチとかで火をつけると簡単に燃えて、うーん、で火が完全についたらこう閉めて、こうパチッ袋に入れて、このまま寝袋の足元で、あー、なるほど、湯たんぽ的な感じですか。朝まで、朝までは余裕か、夜何時に入れて、11時ぐらいとかから朝8時ぐらいまでは余裕だったか、これもいいね。これあれ、こたつみたいな感じで使う、大きい袋で5キロとか10キロ単位ぐらいで、そんなに高くなく、で1個入れればいいってことですか。1個入れれば持つんで、だから豆たんとさ、湯たんぽ、なんていうの、お湯入れるやつ、どっちがいい、なんであのお湯沸かすのは大変、あ、そうなんだ。結局お湯の量が結構いるから、うちも湯たんぽはあって、でストーブの上とかで温めてたけど、2つやるってなると結構時間がかかる。確かにそうですよね。で、朝には冷たくなってきてるから、多分こっちの方が。あと、ちっちゃくてすごく、しかもコンパクトだもんね。そうだね。